はい、釣り子 TV です。フィッシングショーに向けてね、いろいろ予習復習をしていくこのシリーズ、家でねずっと続いてるんですけども、今日ね見てみたいのはね、このね60周年ダイワの2018年1月11日アップデートのですね、これ60周年記念モデルコーナーね、これ気になりますよね。これをちょっと見ていきたいなと思って、はい、出てきました。かっこいいね。いっぱいありますけど、まずトーナメントっていうことで、竿ね、これ竿ダイワイソテスターの H を集結したっていうことで、磯竿も60周年モデル、こんなねトーナメントグレード、すごいねかっこいいデザインの、もう磯竿に見えないですね、これはすごいな。まあちょっと先に進んでいきまして、ハートランド、ハートランドもこれすごいね、村上春彦さんプロデュースの新山琵琶湖スペシャル次世代の AGS を搭載し、ベイトキャスティングモデルへと変換と思って、漢字が難しいねこれね、あんまりもうちょっと、まあいいや、ちょっと開いていくと、詳細情報出てきましたね、各部詳細とか、これはすごいね、どういうことになってんだこれは。糸絡み防止、高感度 R フレームに、軽量リング C リング N リングを搭載し、さらなる軽量化、高感度を実現した次世代の AGS が、搭載されているっていうことで、これはかなりセクシーなガイドですね。ベイトモデルでグリップエンドはこうなっているよというところと、こだわりのネーム部ということで、各ねこんな機能が、搭載されているよって、気になる価格は85,000円。最上級ねえ、85,000円できました。いやー、これはね、清水の舞台から飛び降りるつもりで一本行く人は行っちゃいますよね。85,000円でしたっていうことで、最上級の技術を惜しみなくということで、でトーナメント志向の人にはスピーズからも出てますね、並木俊成さんモデルのキングボルトに次世代の AGS を搭載し、さらなる操作性と感度の向上を実現、さらに感度上がっちゃったんですかね、これはポチッとなしときますかね。キングボルト、スピニングモデルなんですね、これを各所をブラッシュアップしてい、っておりますよということで、このねすごいね、もうダイワガイドからちょっともうすごいことになっちゃってますけどね。で赤が各所に散りばめられていて、60周年限定のロゴが入っています。このキングボルトは84,000円。まあまあすごいですね、60周年でもう全部の今ダイワのある全てをつぎ込んで、作ったところ84,000円になりますよということでね。まあ、そんなにこれはどうでしょうか。自重が未定になってる、あれ気になりますね。これね、軽量高感度な AGS とか全部搭載して、全部盛りが何グラムかっていうのがまだ未定ですね。未定になっている、これはフィッシングショーとかには公開されるんですかね、若干気になりますが、自重は未定ということで、このキングボルト、ね、これが赤揃えで出てきますよということで、あとモアザン、大野ゆうきさん監修の、スペシャルモデルが出る、これもシーバスロットってね、
長くて丈夫じゃないといけないから、なかなか技術をいろいろ搭載しないといけないんですけど、これなんかはいくらぐらいなんだろう。まあ、ガイドとかそのグリップエンドとか、あと赤で揃えたよというところで、これも自重は未定ですけど、価格は78,000円。なかなかですね。60周年記念モデル全ての機能をつぎ込んで、全部ね最上級の値段になっております。シーバスロットですね、ちょっとごつめのシーバスロットがあって、あとカワハギロット。カワハギロットってね、もう軽くないとしゃあないって感じ。これもちょっと開いてみたいな。これはね63,000円。これはねちょっと買いやすいですね。ただカワハギロット175cm もあんのに自重 63g。 ここら辺からね、ちょっとあのバスロットとかの、自重未定のところまで想像が馳せられるんじゃないでしょうか。これねカワハギロットは何にしても軽くて丈夫でティップが入ってってね、いろんなのを合わせ持たないといけないんで、まあでも63,000円で自重 63g っていうのはなんかちょっとしたヒントになるんじゃないかな。赤揃えでね、カワハギロットにももう AGS が入ってるんですね。てかここら辺から先に入ったんですかね。もうすごいな、これはかっこいいですね。ここぞっていう竿に仕上がってるんじゃないでしょうか。こうなってくるとね、まあリールなんかもありますけども、一番最初の磯竿ってあれどういう仕様になってるのかちょっと気になっちゃいましたね。これか、これはおー、やっぱ8万円ぐらいするんですね。あ、自重未定になってますね。まあでもダイワの最高峰の磯竿っていうことで、これね釣り具屋に並んでたら映えますね。まあでも今年シマノもねワールドシャウダーが大進化を遂げて、でそっちも赤い色で来てますからね、赤対赤のね、どっちの赤がより美しいかってね、ここら辺もフィッシングショーの見どころ。実際にね生の目でこうやって写真とかで見るのとやっぱ生の目で見るのって違いますからね、そこら辺がダイワの赤、シマノの赤、ここら辺の対決なんかも、見どころじゃないかななんていう風に思うんですけどね。まあどっちもかっちょいいですね。というわけでね、本日の、釣り講 TV は60周年のね記念モデル、これがねいっぱいね、ダイワのホームページで見れるよということで、ぜひですねこの、どんどんねフィッシングショーに向けてアップデートされていってますからね、ダイワのホームページ開いてこの60イヤーズっていうここのコーナーね、いろいろスペックとか見てるだけで、飯が食えちゃう、飯うまーな情報がいっぱいですね載ってますね。まあまあちょっとねやっぱり、最上級っていうことでお高めの、機種が並んでるんで、まあ買う買わないっていうのはね、俺はちょっとこれね8万円とかだとねなかなか買えないかなと思うんですけども、ぜひですねダイワのホームページを覗いて、いろいろと、フィッシングショーまで悶々と過ごせればいいんじゃないかなと思いまして、開いてみました。というわけで本日の釣り講 TV はダイワの60周年記念モデル、これはどんなものがあるのか、これを見ていくこういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。